はい、ということで今日も、エピスエピソード3についてお話ししようかと思います。ということでラルルズ愛ということで、今回も感想を言っていこうかと思います。今回もセリフがあちこちに心に刺さるような言葉がもういっぱいだった。一番自分の中で印象深かったのはエナさんが言ってた正しいことをしていれば味方がついてくるっていうような内容の言葉がすごく心に残った。こういう頑張ってる人たちの言葉っていうのはやっぱり心に刺さってしまう私です。でテレビマンっていうのはこう世に出さなくてはならないというような情報などなどが、まあ出そうと頑張るんだけれども、なかなかそれがうまくいかないっていうことはいっぱいあるかと思うんだよね。やっぱりバッチバチになってしまうこと、でもそれでも頑張って戦ってくれてる人、この戦いっていうのは本当胸熱になってしまう。本当頑張っている方に大拍手だなと思った。そしてまあそんな中で謎のお店のお兄さん、この方は一体何なんだろうというような感じなんだけれども、これからこの人がいろいろと今回の冤罪についてがお話がこう進んでいくのに重要な人物なのかなと思うと、とっても気になるミステリアスな男の人だったなというのが気になったところ。そして、戦うエナさん、走るエナさん、かっこいい。元彼さんとのシーンは本当大人のエロスっていう感じだった。いやいや、本当いろいろ映えるな。長澤さんすごいねーと思った。あとはゴードンくん、トーストとかカツカレーとか本当もりもり食べて美味しそうだった。食べたくなった。カツカレーが特に食べたくなった。もりもり食べるってすごいいいなって思っている私です。そして、そんなゴードくんが、来週の予告で逃げるなと言われていたので、これはきっと何かまた戦ったり逃げたり戦ったりのところが見られるのかな。楽しみなところ。たった一人で正しさに突っ走っていくエナさん、これからどうなるのか、また来週も楽しみ。ということでラルルズ愛のコーナーでした。